お疲れ様です、吉谷さん。お金を貸すっていうのはね、一つのスキルですよね。私の場合はね、お金貸す時っていうのはもう信頼してないですね。帰ってこねえだろうなと、帰ってこなくてもいいだろうなと思って貸します。だから帰ってこなくてもダメージを受けない金額貸すんですよ。だから3000ならあるよとかね、1万円ならいいよっていうことになるんですよね。うん。で、そもそも信頼してたら貸さないですね。どういうことかっていうと、この人は私が貸さなければ何とかして頭使ってビジネスやり通して金は作るだろうっていうふうに思うんですよ。それこそ徹夜で勤務に入っても期日までお金作るんじゃないかなと思って信じてる人には貸さないです。うん、貸すことによってその頑張るエネルギー、その人を奪ってしまうと思うんですよね。うん、だから貸さない方が信頼してるかなと。で、信頼してない人には貸しますね。もう帰ってこなくてもいい額を貸します。だからお金を久保哲郎から借りた人は相当信頼されてないというふうに思ったらいいんじゃないですかね。まあ、もちろんこう家族とか身内とかっていうのは除きますけども、うん、私はまあそういうマインドセットですかね。まあ、それから闇金ドックスね、やっぱり多くの人が陥りそうなことをドラマにしてるだけあって、すごい共感を呼びますね。あれはね、確かになって思うことばっかりです。こんなことありえるかよってものは別にドラマになんないですよね。特にね、あの闇金ドックスって、あの南の帝王以上にリアリティがあるんですよね。これあるなとかね、こういうのありそうみたいなのばっかりですよね。うん、あの生活保護のやつね、それから最後心中したやつね、実際にあったことをあえて映画にしてるんで、ありそうというかあったよねって話ですよね。リアリティっていうよりもリアルですよね。忍たま勘太郎、いってらっしゃい。